プロレス界を背負って立つ超新星、ブルーサンダー秋山純の入場であります。秋山シングルマッチ30分一本勝負を行います。青コーナー全日本プロレス240パウンド長谷広志、赤コーナー秋山プロレスリングノア250パウンド秋山全編秋山、レフリー和田恭平。ゴングが打ち鳴らされてまいりました。さあ放送席は桃田さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔をしてますよ。足を殺してまいります。ロックアップ、グラウンドでの攻防に持っていきます。おっと逆に捉えた、キックを打っていきます。ブロックします。蹴りを見舞ってまいります。掴みます。ガードします。ドロップキック、掴んだ。ハンマーを振りかざします。蹴ってまいります。僕もそうなんですけど、プロというのは常に恐怖感との戦いですよね。だからいかにして精神面をタフにするかっていうことが大事になってきますよね。なるほど、そうだったんですか。組み合います。ロープに振った、セコンドのエルボー、ストンピング、蹴りつけてまいります。抱えます。2位を蹴り上げます。打ち込んでまいります。さあ今日もフレッシュな小気味良いファイトを展開中であります。ファンの期待に応え、時代の王道の担い手となるため、アスナロのミキはヒノキの大木を目指してまいります。一気にスパークしてまいりました。そうですね、気持ちが乗ってますよ。素晴らしい気迫ですね。掴みます。させません。ラフ殺法に転じます。バット、キャッチした。足を狙ってまいります。フロントからのキック、ロープに振って、さあこの辺りのサブミッション攻撃いかがですか。そうですね、こういう攻めは後々生きてきますからね、要注意ですよ。そうですね、さあ粘着質よろしく、締めに転じてまいります。行くのか、逆に返します。引き起こします。組みに行きます。ヘッドシザースで返します。ストンピングです。あっとキャッチした。パンチで返します。肘を打ち込んでまいります。ガードします。ストンピングを叩き込んでまいります。行くのか、そのままグラウンドに持っていきます。起こしてまいります。エルボーを入れていきます。こういう打撃系の技はね、そりゃガードした方が楽なんですよ。だけどレスラーっていうのはあえて相手の技を受けるぐらいの懐の深さがないとダメなんですよ。そうですよね、そこがレスラーの凄みですよね。そうですね、組みに行きます。させません。蹴ってまいります。掴んだ、バックに回った、返し技冴えてますね。今のはよく読んでましたね。組み合います。コーナーに振った、起こします。エルボーで返します。ランニングしたらエルボー、ストンピング、蹴りつけてまいります。ロックアップ、投げてまいります。スリーパーに捉えます。
掴んだ。エンドレスな逆水平チョップであります。足攻めに転じます。掴みます。スピンキック。このあたり決まり具合いかがですか。まだ入ってませんね。ロックアップ返してまいります。スタンディングを取らせます。バックを取ります。バックに回ります。逆さを抑えずに逃れました。掴んだ。キックで返します。腕をフックします。今体重がうまく乗ってますよね。いい投げ方です。はい。10分経過。10 minutes pass。 チョップが奪ってまいります。おっと逆に捉えた。耐えます。ラリアットラフサッポーに転じます。おっと逆に捉えた。おっと膝十字で切り返す。ウルネルソンの体勢。エルボーでブロック。うまく切り返した。抜くのか。蹴り上げていく。あっと返した。頭を掴んでさせません。ランニングか。反撃するならここですね。ここから突破口を開きたいですよね。足を殺して逆に返した。ストンピングを叩き込む。起こした。エクスプを吹いた。ローザ行くのか。ノーザンライトスープレックス。北斗玄白。いやー消耗戦になってまいりましたね。そうですね。ここからはスタミナ勝負になってくるはずですよ。あと2つで返してまいります。腕をフックした。ノーザンライト。北斗玄白がため。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。出たとこ勝負ですよ。掴んだ。すごい形相で締め上げていく。抱き起こす。抱えた。ストマックに落としていった。立たせていく。おっとそのまま後ろに投げていく。トップロープを狙う。ダイビングエルボー。エビに固める。脳天したたか打ちつけたか。引き起こす。あと逆にキック。一気にスパークするのか。エクスプロイダーの体勢。片エビに持ち込む。いやー気持ちだけで打ってますよね。はい。カウント2つ。惜しい。エルボーを入れていく。抱き起こす。